山口豪元の目指した空手道とはどのようなものだったのか。合中に銃あり、銃中に合あり、神羅万象二曲一対、そこに合従流空手道の真髄がある。空手道の修練がいかに困難な道であるのか、それを誰よりも知っていたのは78歳になった山口豪元だった。昭和62年空手道修練の指標となるべく同心を記した。空手道の中での教え方は技術もさることながら、やはり精神であるというのはこれは当然でしょうね。でやはり父自身が合従流という技術と道という部分を空手道で教えてきた中で、何か父の意に沿わない部分がやっぱりあったんでしょうね。それは自分自身にも言えることでしょうし、ですから同心という言葉を残したのは、あれはまあ非常に厳しいことをね、言葉の中で言っているのは、自分の弟子に対して言っている部分と、私は自分自身に言っている部分とがあるのではないかなと、これは私の考えですよ。
あのまま言葉を取るとやっぱりその道の在り方っていうものを説いているけど、やはりこれは、それを自分で教えてきた父の中にも私はあの童心を自分の戒めにしてるんじゃなかろうかなと、今私もこの年になって思いますね。晩年に至ってもなお己への戒めを貫いた山口剛源。これは生前最後の映像である。これが五十両の息吹の藤の切り方。それは時代が昭和から平成へと変わって間もなくのことだった。自宅で様子がおかしいので、ね、様子がおかしいのでちょっと来てっていうことで私が来たら、やはりなんとなくこう普通じゃないのでね、ですぐ病院に行って、別に倒れたわけじゃない、もうすでにその時はもう寝てましたからね。その時になんか会長がおぶっていた。そう、初めておぶって一番最後だったけどね。いかがでした、おぶった。軽かったね。私はほら親父をずっとね背中を見てきたから、あんなに軽いと思わなかったけど、やっぱこれは不思議なもんだね。軽かったね、でもね、どんな顔してたのか知らないけど、たまたま横にいた人がね、誰におぶさってるか分かりますかって言った時ね、まあどういう顔したのか、その彼が嬉しそうな顔してましたよって言うんだけど、私は顔見えないからね、父が嬉しそうな顔したのか、苦笑いしたのか分かんないけども、平成元年5月20日午前6時32分、俺は頑張った、俺は幸せだったという最後の言葉を残し、五十流空手道の普及発展にかけた山口剛源の激動の生涯は静かに幕を下ろした。恋愛室にいた時に父との思い出のことがすごいこう顧みることができましたね。まあ、ああいうこともあったな、こういうこともあったなと、もう言葉は本当なかったですね。ただひたすら感謝の気持ちを忘れちゃならないぞと、その言葉がなんかすごく頭にあって、もう僕は覚悟をしていましたからね、あの頃はね、もういつ何時そういうことが、だからやっぱり悲しかったですけどもね、驚かなかったですね。どうしても師範、ね、ある程度の距離がいつもありましたからね。だけどやっぱり死んでみて、やっぱり親父ですよね。親父が死んで初めてその自分がね子供になったような感じだったですよ。俺は頑張ったという言葉をね、あの時に言ってたということは、やはり父自身の思いだったんじゃないかなと。生きる思い、死ぬ時の思い、ね、だからやはり頑張ったっていう言葉を人に言うのか自分に言ってるのか分かんないけども、俺は頑張ったというのはやはり自己納得でもあるし、まあ、息子である私にそれをね意思を継いでほしいって言ってるのか。でもあの言葉の中にね、私は父が本当に、まあ、空手の指導者であると同時にね、まあ、人間として、まあ、自分と葛藤してきて、まあ、ここで一生を閉じたのかなというふうな思いがありますね。平成22年、
全日本空手道豪柔会は創立60周年を迎えた。戦後の焼け野原の中、豪柔流空手道をもって祖国の再建をなすという山口豪元のたった一つの誓いは、大きな夢となって今もなお膨らみ続けている。全世界に広がる門人の数はおよそ50万人。山口豪元の愛した豪柔流空手道の技と息吹は、時を超え国境を超えて今なお生き続けている。そして不世出の剣聖山口豪元は、世界の門人たちの頭上に燦然と輝いているのである。こういう形で繁栄発展しているということは、本当に父にとってはもう最大の喜びではないかと。親父から習ったものはやっぱり自分で続けておきたいという気持ちですよね。で、自分自身のものも、新しいものを、要素をその一緒に入れますけれどもね、でも伝統だけはやっぱり守ってやりたいと。その流水砂丘を競わず、やっぱ流れる水は砂丘を急がない、それでいいと思ってる。まあ急がなきゃなんないことってあるのかもわかんないけれども、だから決して、全て一番になんなきゃならないもんじゃないし、やっぱりこれは人それぞれ与えられたものを自分なりにベストを尽くして、まあ、生きるっていうのかな、だそういう意味では、私の今この父から与えられた空手道には心から感謝をしている。でそれをまた次の世代にね、どうで受け継いでもらいたいと思っております。山口豪元は埼玉県入間市に眠る。その墓石には、豪柔流空手道に人生のすべてをかけた男の生き様が記されている。妙法四聖豪柔流と